マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマはおじいちゃんおばあちゃん。鈴木みずほです。おじいちゃんとおばあちゃんとの思い出教えてください。遊んでくれる。おじいちゃんおばあちゃんち行ったら何をしますか？積み木で遊ぶ。最後におじいちゃんとおばあちゃんにメッセージをお願いします。ありがとう。伊藤優里です。徳倉あさひです。小倉千穂です。徳倉真希です。おじいちゃんとおばあちゃんの好きなところ教えてください。ばあばのレーズンパンが大好きです。じいじはたくさんおもちゃを作ってくれます。おじいちゃんとおばあちゃんへメッセージを一言どうぞ。せーの。じいじばあば大好き。林美優です。おじいちゃんおばあちゃんの思い出を教えてください。小さい頃優しく接してくれたり、よく遊び相手になってくれたことです。最後におじいちゃんおばあちゃんにメッセージをお願いします。今まで優しく接してくれたりしてくれてありがとう。これからも優しく一緒に話そうね。山本若菜です。おじいちゃんおばあちゃんの思い出を教えてください。畑でいろいろな野菜を取らせてくれました。では最後におじいちゃんおばあちゃんにメッセージをお願いします。おじいちゃんおばあちゃん元気でいてね。野菜とか取らせてくれてありがとう。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ21南館2階のアベニューです。一押しは大人バッグ。側面持ち手にヤギ革を使用し軽い仕上がり。両サイドのジャガード折りがアクセント。使い勝手のいいポケットは出し入れにストレスを感じず、おしゃれ感と機能性を備える大人バッグです。次回の収録テーマはスポーツ。皆さんの素敵なエピソードお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。